失敗ってないんです、人生には。よくぞ聞いてくれました。耳かきフェチです。私ができる唯一のモノマネ、パワフルパワフル。普通マジで後悔。さあ始まりました、マーミチャンネル。 YouTube すごいやってみたくって、ついにタイミングが合いまして、今日からやってみることになりました。今日はやっぱりこれでしょうということで、100の質問いきたいと思います。まずは自己紹介をお願いします。ゆうきまおみ、40歳です。1980年3月2日生まれ。なせばなる、なさねばならぬ、何事もならぬは人のなさぬなりけりと、勝って兜の尾を締めよ。人に合わせて生きていけるタイプです。秋っぽいことです。ずっと昔から眉毛が太いのがコンプレックスだったけど、最近褒めてもらえるので割と気に入ってます。目です。たぬき顔だねってよく昔から言われてました。子供たちではあるんですけど、大切なものを守るための自分が大切です。髪の毛すごい触るとか。佐賀県です。呼ぶ子のイカです。呼ぶ子のイカ美味しい。よしよね。商人じゃないでしょうか。主人がいて娘が2人、6歳と3歳。8年はアナウンサーです。小1、近所のパン屋の男の子。マオ、今みんなマオミって呼んでくれます。マオミちゃん、マオミさん、マオミちゃんって呼ばれる回数が減ってくる今日この頃。女性誌をほとんど読んでいなくて、ただ漫画をめちゃくちゃ読んでました。実家が中華料理屋だったから。ミスチルの桜井さん、ないです。ダイエーで買ってます。ハワイに留学したんですね。だからハワイに夢中になりました。大学時代の夢はアナウンサー。え、さっき将来の夢聞いたよね。子供の頃同じです。寿司ない。佐吉のタレ最高美味しいです。厚切り牛タンとハラミ。キューティーブロンド。一番好きな漫画はキングダムなんですよね。ヒョウかな。ゲームをやんないんですけど太いです。すいません。成熟の塾。今日着てる服とかだとパリンカっていうブランド、あとロンハーマンとかもすごい好きです。ファミマのアイスコーヒーです。休日の朝に娘たちとベッドでゴロゴロしてる時間。半沢直樹。韓流ドラマもかなり好きで、トッケビとか最近見てましたね。ないね。そんな暗い人生送ってるわけじゃなくて、映画とか見てるとすごいすぐ泣いちゃうんですね。主人と一緒にトッケビ見てて、その間ちょっと抜けるわって言って洗濯してて、戻ったらお母さんがもう死にかけてて、はぁって思って座って見出したらもうわーって泣き出したから、もうなんか見出して2秒で泣けるんだねって主人に。なんかないね、何も思い出せないで終わっちゃう。最近シリーズ今続くので。最近っていうか近年頑張ったことは間違いなくピラティスの資格を取ったことです。最近買って良かった本を紹介します。最新のピラティスアナトミーとストレッチアナトミー、ステッチングアナトミー、これ本当に硬派な本なんですけど、かなり分かりやすい。失敗もあんま基本気に留めないんですよね。本醸造醤油を早口で3回言ってください。言えてないから分かんないんだけど。本醸造醤油、本醸造醤油、本醸造醤油、本醸造醤油。次女がほぼほぼおむつが取れた。まだ夜とかしちゃったとか言って別にまだまだするんだけど、ママ大好きっていつも言ってくれる時に感動します。老眼が始まってること。見ちゃうのは YouTube ですね。ずっと BTS 聞いてます。ピラティスなんでしょうね。あとは美容、かっこよくないの、趣味美容とか。よくぞ聞いてくれました。耳かきフェチです。耳からものすごい耳かすをガッサーって取る時に、はぁ気持ちいいと思って、なんかデトックスっていう感じ。なんか耳をかかせてくれませんか。ビール。コンプレックスはありますか。あれさっきなんか似てるのなかった。スラムダンク。それでバスケ部に入って8年バスケ部だったから、結構人生を変えたなと思います。こういう感じで書き分ける感じとか好きですね。いやもうもったいないし、何も入れないでほしいです。小学校5年生ぐらいの時にバスケ部の練習がきつすぎてサボりたくなったんですけど、で親にバレてサボったねってなって、日頃のいろんなことが溜まってたのかものすごい怒られ、お尻をペンペンされた記憶が、あったあった、ダメよダメよみたいな。最悪と思えば最悪だなとかっていうことで言えば、そのウルル滞在期、私仕事としては転機になったんですね。もともとウルル滞在期に行く前の段階での
内容は中国で美味しい紹興酒を飲もうっていう旅だったんですよ。でオープニング撮って街に行ったらなんかちょっと今撮影使いませんみたいになって、このまま帰るか、今ならタイなら美味しい虫の村があるんだけどどうってその場で聞かれて、でタイに着いてここの村に行くよって言われたら、そこにいたおじいちゃんが田んぼからゲンゴロウを取って、お前も食うかとか言って、バリーとか言って、食べるかとか言ってくれて、あー食べますみたいな感じで、もうその場でそれを食べてからはもうなんかちょっとトリップですよね。まだ虫が出てきたら食べれます。今は食べるメリットはとか言っちゃうかもしれないけどね。なんかピラティスを始めてすごくいい姿勢でいられるようになって、綺麗になったね背中ってしみじみ言われた時に、よし昨日はフランスとか行きたいから、まあいろいろ行ったんだけどね、友達とパリに旅行に行って、その時は靴にハマっていたので、もうルブタンルブタンみたいな感じで、おかわりルブタンみたいな感じで、朝一行ったのに、なんか次の日もルブタンに行こうみたいな、審査会とかもみたいな、あの時代良かったなみたいな感じです。27歳とかパリ旅行はもう楽しかったしかないです。ピラティスのお仕事をステイホームの間とかからオンラインで始めて、リサイズスタイルっていう形でちゃんとボディサロンとして今作っている途中なので、対面でのイベントとかもこうコロナが明けてから大きい会場で武道館とかでフィットネスイベントやりたいです。お風呂にも大好きな入浴剤とかを贅沢に全部入れて、キングダムを持ち込んで湯船でハーッとやって呼んでる時が一番のストレス発散。まあ火曜日っていうとこかな、主人のお休みの日です。神、後悔している出費は靴。マジで後悔してる。ハワイ、朝一コーヒーを飲む。 BTS のダイナマイト。毛穴汚れ、読み聞かせ。それ以外は筋膜ローラーとか、それでこう大胸筋のこの胸が結構閉じやすいので、夜寝る前もゴロ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 。アレンチの、なんかボコボコついてるやつ。カード派。サイコちゃん、サイコちゃんの YouTube を最近始められて、9月ぐらいにね始められて、それをヘビーリスナーじゃなくて、なんていうの、ウォッチャー、ヘビーウォッチャーで見ていて、もう大好きになっちゃいました。え、その森とかそういうなんていうか、魚を捕るものはあるってこと？あ、それもないよ。そしたら多分切るために森であるのかなとか思うんだけど、魚を捕ったりの道具は別であるとするならば醤油でしょうね。透明人間になっちゃダメでしょ。それでなんか例えば主人が浮気してないかとか調査に行ったりとかしちゃうんじゃないでしょうかね。未来はもう全然行きたくないのと、長女が生まれた1年ぐらいって結構なんか子育てに迷ってたりとかして、楽しめてなかった自分がいるから、その頃に行って、なんか もっと長女とかの赤ちゃんだった可愛いところを見て、はぁかわいいって言って見て戻ってきたんです。10年後50歳ですね。ご自愛くださいと言いたいです。なるべく今を生きなさいっていうかね、将来に不安を感じずに今を楽しんでくださいと。一人キャンプ、バックパッカーとか冒険みたいなことを体一つでやってみたかったなとかは思います。どこでもない。今ちょっと物忘れありました。あ、いえ全然。普通の夜を過ごします。スザンヌちゃんと里田舞ちゃん、時々お会いしたりもするんだけど、生き方がすごく良くて、いつも穏やかで優しくて、本当に素晴らしい人だから売れるんだなと思った。フワちゃん、フワちゃんがなんかどうも私の名前を結構 YouTube で出してくれてて、フワちゃんの耳かきしたいです。フワちゃんお願いします。救急車にずっと密着して3日間ぐらい、真面目な報道番組で救急隊の人たちのレスキューに向き合ったりとかっていうのはすごくきつかったなとか、家事力はアップさせたい。一つはだから耳かきトーク、あとはゲーム実況とかも意外とあまりにもバリカシできるキャラに見られやすいのに、こんなにできないかっていうところで、もしかしたら面白いかもですね。納税と教育の義務と、他にヒント、今我々がしてることです、ね、勤労、視覚、嗅覚、味覚、聴覚、触った感じ、触覚、美味しいやつ、高級、あートリュフ、
フォアグラ、キャビア、あー何ですか、合ってる。私ができる唯一のモノマネを出します。パワフルパワフルパワフル全開なーみさる。似てるよね。似てる。一発ギャグ好きとか嫌いとかあんま考えたことなかったな。ブラジルの皆さん元気ですかかな。結構ありましたよね。82問88問目です。おー2021年、オリンピックが開催されて、それをテレビで見る。テレビかいっていう。2020年、いや、コロナでしょ。いろんなこと考えさせられた感でしたけど、自分を見つめる時間がすごく久しぶりにじっくりできたので、その間にやっぱり私はピラティスを教えたいなとか、テレビの収録でこうやってみんなが何か喋ったことで笑ったり心が踊ったりするのっていいなみたいなことをやっぱ感じることが、思い出すことができた日々だったので、今年はそういう年だったなって思います。中学2年の時に付き合ってた彼とクリスマスプレゼント交換して、ムートンのモコモコとした手袋もらって、で喜んでたんですけど、その日の夜にその当時飼ってた犬に片方だけバキバキに食べられちゃって、母親にあの片方ダメにしちゃったことを彼に言えないから、同じものを片方買ってなんか使いたいって言って、佐賀県中の手袋を売ってそうなところを探して買いに行って、でもやっぱり同じものには出会えずに、あの似たものだったんですけど、しばらくドキドキしながら使ってました。子供乗せじゃない電動自転車が欲しいかな。ちょっと自分が行くのになかなか、なんかさっとから街乗りちゃって乗れるようなの欲しいな。牛しぐれ煮とレンコンサラダを食べました。さだまゆみさんにあのすごいメイクしっかりした時とかに似てるなって言われたりとか、あと豊田エリーちゃんも結構似てるって言われたりします。家でずっと裸足で歩く。豆腐ラーメンどういうやつですか。ジミンちゃんです。 BTS とどこかな、自立してるねとか言われますか。女友達と、まあ、行けるわけないけど韓国旅行に行きたいです。日々日々愛着が湧いてくる、噛めば噛むほど味が出るスルメみたいな、気負いすぎず自然体すぎず作らなすぎずみたいな、楽しみながら続けていければなと思っています。あと耳かき好き集まれー。まおみチャンネル第1回目ご覧いただきました。もし気に入っていただけたらチャンネル登録、そして高評価、コメントも